こんにちは、マースケチャンネルです。去年でしたか、今ね見えてる鉄塔がありますが、そこのね後ろ のところはあそこは国道県道か県道になってまして、そこからのねこちらが今立ってる方角を見た眺めをねお絵描きにしたんですけど、ちょっとねじゃどんな感じのところを描いたのかっていうのをお見せしたいと思いますが、このね先の道路のところまでちょうどね今ハスがね植えてありますけれども、このハスが植える前の時期、伸びる前の時期の風景を描いたんですけど、この辺がどんなところになってるのかっていうのをちょっと今ね自転車で降りてきて初めてなんですね。数ヶ月前まだセミがね鳴いてる時、この反対側のところを降りてね、あこんなところあるんだと思ったんですけど、あそこにねトンネルがあるからあそこからくぐっていけるんでしょうけども、ずっとね、繋がってるようです。このね用水路もねすごい綺麗でね、なんかこうほんとガサガサでね聞きたいなっていうふうにこの間ね思いましたけど、ここがずっと繋がってて、こう来てこういうふうにねこう繋がってずっと繋がって、あの先にね、橋があるので多分あの橋かなって、ちょっと今もうちょっとね今からこの先行ってみようと思ってますけれども、あのところについてるなっていうのは俺ここまで、ね、来たことないので初めて知りました。今ねここの田んぼのところ歩いたらね今あのカルガモがね泳いでましたけどね、はい、いい場所ですね。数ヶ月前はセミが鳴いてましたけど、もうねセミの声はね、聞こえてません。はい、でね来月明日明後日ね同好会がありますけれども、それが終了しましたら来月はね、先ほど言いましたこの鉄塔の方から、こちら側を覗いた風景を生徒さんに描いてもらおうというふうに思ってます。まだねこのハスがあると、ね、ちょっと難しくなってしまうんですが、ハスがない状態の絵なのでね そんなに、ね、難しくもないんでね、頑張ってね水彩画なんですけれども挑戦したいと思います。俺が描いた時はこの辺の木もね、そんな青としないし、草も、ね、生えていません。あそこにかかしが見えてますね。生えてませんでしたけどね。でだから水を引いて、こう水を引いたばっかりなので、ね、水に反射した風景をこう描いたんですけども、はい、ということでここもいい場所ですね。はい、というわけで、水彩画のに書いたその現場をねちょっと確認したという動画でした。以上、ご視聴ありがとうございました。